俳優が演じるテビエ牛乳やテビエはショーレムやレーヘムによる一連の短編小説とこの小説を原作とする様々な作品の架空のナレーター兼主人公である。この小説を原作とする作品のうち最も有名なのは1964年のミュージカル屋根の上のバイオリン弾きとこのミュージカルの1971年の映画版である。テビエは 数人の厄介な娘を含む家族の課長である、ロシア帝国に住む経験なユダヤ人の牛乳配達人である。物語が設定されているボヤベリクの村は、当時ロシア帝国の一部であった、ウクライナのボヤルカの町に基づいている。物語は、イディッシュ語で書かれ、1894年に最初に出版された。テビエは、アレーケムに家族生活の物語を伝える。 七人の娘のうち六人の名前が挙げられており、そのうちの五人がテビエの物語で主導的な役割を果たします。物語は彼の小取引、彼の娘の何人かのロマンチックな取引と結婚、そしてロシア政府による彼らの村からのユダヤ人の追放について語っている。テビエの物語は舞台や映画に脚色されてきた。 ショーレム・アレーヘム自身によるイディッシュ語の脚本は書かれていない。モーリス・シュワルツによる最初の作品は1919 19年に制作された。ブロードウェイ・ミュージカルはアーノルド・パールが書いたテビエと彼の娘たちと呼ばれる戯曲に基づいている。イディッシュ語版、ヘブライ語版、英語版、ロシア語版の4回映画化されている。ヘブライ語でのテビエの名前はトゥビア・ヘクタール・チョーレブ。 トゥビエー用レブ、テビエは、トビアスの足気な味発音である。2018年、エルサレムバレエは、ロシアの振付師のイゴールメンシュコフによる、テビエザ・デイリー・マント・フィドラー・オン・ザ・ルーフの両方に、基づいたバレエの映画化を発表した。テビエは、イスラエルのバレエダンサー、マイタル・バソンによって演じられている。ありがとうございます。